スキナリーチャンネルどうもこんにちはスキナリーヒチャンネルと申します、はい、お隣は、はい、上ちゃんですはい、えー。日本放送で朝ぼらけという番組を担当していますラジオパーソナリティの上柳雅彦でございますが声が変わりましたすごい忙しいんだよい,いえい,いえとんでもないですすごい忙しくて <laughs> で,で目がね豆ですからね <laughs> 勉強家だし、えー、私とは全くで、ねえー、対局にあるようなね、えーえー あのとても立派な方で僕はもう一リスナーとしてはずいぶん親しく聞いてますけどいやなんか聞いてるよって言われるたんびになんかねプレッシャーって言うんでしょうかね <laughs> 別にほっといていただければいいとかね今日はあれだよ佐久間さんの時間最後の10分ぐらいから聞いてい、ね、そ,うそれで4時半からの「上ちゃん」をねーーネットゾーンからもずっと昨日もそうだったけど聞いて。 えー、それであの5時からちょっと入れ替わりの,あのニュースなんかやるじゃない、はいはい、だけどさ全部パッとこうなんていうのかなここはちょっとパスするっていうとこないのねニュースなんかでもね一つ一つに対してやっぱりいちいち勉強してるじゃんいやそんなことないあのカンニングペーパー見ながらやってるようなもんですからもうひどいですよスタジオの中もう新聞がこんなになってていやいやそれはそれでるんですよだからいつも新鮮ですねいろんなことが。<laughs> あれは何年なりましたかえっとね、6年もうすぐなるみたいです、ね。早いねー。びっくりですね。そんなにやってるんだっていう感じですね。私、あの、最後のね、年ぐらいの、これ、えー、上エちゃんの,、ね、の、あれと引っかかってんだけど。数年、重なりましたよね。重なりましたけどね。はいはい、俺はね、はい、あの、山口さんが5時からやったでしょはいはい。うん で、それで今度変わるっていうのを聞いて、俺ね、まさかね、上ちゃん受けると思わなかった。あの時間帯を。僕は5時からもやったことあるんだけど、もう全然体が受け付けないんだ。あの、すごい大変だって言ってましたよね。なんとか時間を元に戻してくれってって。全然だね。新聞読む暇ないんだみたいなね。だからね、そういうのを経験してるだけに、毎朝上ちゃん聞いてるとね、この人一体ね、何時に起きてね、何時に寝て、 僕なんかだって仕事終わったらね、どこで寝ようかしか考えてなかった。まあね、あの、うん、いろんな番組を僕は全部潰しちゃってるわけですよ。で、本当は朝の8時から11時にやってた、あの時間帯やってる時に、あ、ここでちょっと長くやりたいなと思ったんですけども、うほうほうなんか何年かやったら、5、6年やったら、うん もうニュースをやるべきだとか言われて全然その気ないですとずっと断ってたんですけども結局もうやらざるを得なくなっちゃってでもうここで骨を埋めてくれとか言うわけですよいろんなことは。おはようグッてって時はいおはようグッておはようグッてって名前言うかなもうバンバン言うのよ。 言うかなだって彼がラジオマンとしてもう念願としてたのはあの番組だからね。<laughs> <ー>どうしてもこれはやりたいと。そうそうですもう,そうもうね、本当にできません。いいです、結構。今やってるとこ、一番僕は、あのう、性に合ってる感じがするんで、音楽もこうかけながらね、メールとか、ファックス読みながらできるし、いいなと思ってるんで、ちょっとってお断りしたんですけども、まあ、とうとうやるってことになって、2年ですよ。二 2>, <laughs> <laughs> ?2 年ですよ。<laughs> ひどいあれはだけど気合い入れてたよね、日本放送もね。どうなんですかもう訳の分からないもかけて。もう何にも、僕何にもタッチできないんですよ。ああコメンテーターの方がどういう方がいらっしゃるのかとか、うん、あの番組の、構成ああ基本的にはもう高島さんのやってらっしゃった、うん、あのもう枠の並びなんですけども。 もう何にも全部あの周りの人が「もうはいこれ,、はい、これでどうぞ」みたいな感じであそうだったのそうなんですよ。<ー>だわけもわからずだったですね <laughs> そして2年経ったら <laughs> いやー経費削減でねなんつって <laughs> まあちょっと昼の番組やってる人のその、うん、ギャランティーがねなんつって <laughs> <laughs> それで番組をね2つにつなげてねあのスタッフもちょっとそうするとする<ー>経費が浮くんだよなんつって。 それで1時から5時40分の番組になっちゃって。あの構成もひどかったよねひどい、ひどかったですよ。松浦局長。もうだから名前をね、名前を言わないでいただけますか。名前言ったって、世間の人はわからない。世間の人はわかんない。放送局の人はわかる。ラジオ界の人ね放送局の人はわかるかもしれない。いいんですよ、それ知らしめた方が。いやいやいや、参りましたね。もう。それで私にもまた朝やれっていうあ、そうです。あの頃そうですよね。はいはいはい。 そうそうそう。いやもうそれで、もう昼なんかやったってうまくいくはずがないと、まあ思ってたんですが、それでもまあ何年かやって、で、やっぱりまあ終わりますとなって、で、あっ うわわラジオ人生終っったたなと思金曜日週1回は山瀬真美さんとか望月、うん、理恵さん、ね、という方とやってたんですけども、えーえー、まああとはそうそれで始まったのが松本秀夫さんとの夜の「おとパラ」っていう番組が始まって、うんでまあ、これはナイターのない時期の半年間ですから、はい、あとの半年結構暇だったりとかして、うん、こんなんでいいのかなってまあ思ってるところでもしかしたらもしかしたら。もしかしたら やらないって断るかもしれませんけども、<う>一応は伺いたいんですけども、こういう時間があるんですけどもって言ってくださったのが、のうん、今の日和田社長ですよ。はあ、社長が。ええ。じゃあ、とにかくめっそうもない。もう喜んでやります。僕、はあ、時間なんか、 ほんとどこでもいいんです。全然夜昼と夜中関係ない。なんでそんな謙虚なこと言うのよ。あのね。もう追い詰められたんですよ。これもう帯でやっぱり僕らやりたいじゃないですか。そうやりたい。松丸さんも絶対そういうはね。とにかくね、月金の帯やんなきゃダメだよ。日記。ラジオは特にそう日記ける感覚でね。そうです、そうです。絶対帯やりたかったので、もうどう考えたって、どこ見たって、もう入る場所ないですからそうだ、上ちゃんはね。 ものすごくあらゆる時間帯やってるね。考えてみたら。本当そうですよ、ね。本当に全部ごめんなさい。すいません。<laughs> 終わりますばっかで。いや、自分の意思でやめたんだか。ね、い,やいや、自分の意思なんか一個もないですよ。かだからもう、ね。そういう背景があったんだそうなんです。もう、だからもう喜んでやらせていただきますっていうのと、 それから、パイレーツ・オブ・ロックっていう映画がありまして、これ秋元康さんと珍しく意見が一致して、あの映画はいいっていうのが、あの、快速放送の映画です、はい、イギリスで撮った映画で、あの、ビートルズが出てくるあの60年代半ばって、うんうん、イギリスの BBC ってい、いわゆるロック、ポピュラーを1時間に流す、あいや、1日流す時間がすごい決まってたんですって。で、それに反発した人たちが、 船浮かべて、そこから海賊放送やって、そこにディスクジョッキーが船に住んで、もういい加減な生活しながら24時間放送なんですけど。海賊放送ね。夜中に出てこいが朝やろうが昼やろうがみんなすげえ楽しそうなんですよ。大昔の糸井五郎さんですああ、そうです。糸井さんもやってらっしゃるので行きましたよね。海賊放送。それ見て、あ、時間なんて関係ないんだと。こっちの気持ちで楽しきばいいんだなと思って、だからどんな番組が来てもやりたいなっていうふうに思ってたらそういう時間。なるほどね。喜んでるんですよ。 ハマりましたよね。だけハりました。うん。結果ハマりました。ハマった。本当に。はい、あの俺ね、はい、あの自分も午後6時やった経験があるからわかるんだけど、どうしてもね、あの6時からの方に、もっと言うと7時からの方にね、気合が入ってっちゃう,っていう、ね。あ、そ,そうですよね。で、午後、ね、はね、どういうふうにやってったらいいのかって全くわからなくて、うん、でね、自分じゃなんかアンチ模索で。 結局やめたいやめたいやめたいめたいしか言ってなかったんだけど。で、ウイちゃんのね、これをお世辞でも何でもなくて、あの、番組を聞いててね。はあ、そうか、こういう作り方があったかと思って。い偉いよ。あれはもう全く開拓したもんね。で、今日も朝ほら、TBS のエノさんが92歳で亡くなったって言っでしょさん、がね。で、今まではさ、あの時間帯っていうとね、ラジオはね、エノさんだった。エノさんだったですよね。こんなにしてるのね。 ものすごい、もう、この、もう大胸筋こんなん何あの人みたいな。ボディビルダーですからね。僕もあの TBS ラジオちょっとお世話になったことあるんで、わかりますけど、ちょっとあんまり近づきたいな、なくないな、近づきたくないな、みたいな。オーラのものすごいオーラのことですよね。はぁ。えウェイちゃんって、その、アナウンサーね。はい。で、なりたいっていうか、やりたいとかって、いつ頃から思ってた 一番最初にこんな仕事があるんだと思ったのは、うん、親父がまあサラリーマンで親父の会社に NHK のアナウンサーの方か元 NHK のアナウンサーの方が<ー>公演に来てでこんな本をもらってきたんだって渡されたのが小学校 1,2年だと思うんですけどそれは高島さんだったらご存知だと思うんですけど NHK でシャープさんフラットさんっていうはいはい小島勝ああやっぱりすごいその小島さんの書かれた本を持ってお父さんが会社んですよあの親父パパの会社で小島さんが公園に来て公園にいらっしゃってこんな本をそれが子供でも読みやすいようなアナウンサーの面白話がいっぱい 書かれてる本でまあとにかく寝坊しちゃって朝のニュースもう下は捨ててこ履いてしまったりとかありがちでしょ捨ててこ履いてましたとかそれから窓を開けたら開けてやってたら牛の声が入っちゃったとかそれからあの頃はインクですから赤いインクにこうやってつけて添削したらしいんですけどそれにストップウォッチの紐が入っちゃってもう気が付いたら手の先が真っ赤になってて「えっ!」って声出しちゃったとかっていう話を読んで。面白い 仕事があるんだなと、ぼんやり思ったのがそうなんですが、自分が慣れるとは全く思ってないそれってさ、はい、その小さい時に、はいあの、ラジオは聞いてたのえっとね、となんとなくうちで流れてるのを日曜日の朝聞くぐらいですよ。はい、そんなに自分の意思で熱心に聞きに行くってことは、もう中学までしてませんね。うん、だけど、はい、それがやっぱりこう頭に残ってるわけね。頭に残ってたんですけど、自分の声がとてもその、うんうん ラジオとかテレビで流れているアナウンサーの方の声質と違うなと思ってたので, <laughs>、ね、で、下が回るわけでもないんで、<laughs> やっぱりなんかそのスタッフになりたいと思ってですねで。特にやっぱり深夜放送とかラジオを本当に聞いていたので、高校、中学、高校は。あの中のスタッフになりたいっていうような感じですね。今考えると偉い謙虚ですね。いやいや、だからアナウンススクール的なものも行ったこともないですし、うん、し放送研究会でやってたのは、うんうん、あの マヌケな、あの、あの、なんかちょっとう、スネークマンショーみたいな、ああいう、こう、変なドラマばっかり作っ,た作ってたの。作ってたはい。で、は全然もうアナウンサー、ニュースの読み方もやったことないし、うん、中継の練習とかみんなね、六大学行ってやってるんじゃないですか、うんうん、あれも全然行ったことないですし。なるほど。なるほど。ちょっとだからね、入り方、えー、みんなと違うなと思いましたね。えーえー、で、だけど、結局、 アナウン受けました受けました受けてね他にもいっぱい受けてますよだからドキュメンタリー制作の会社とか CM の制作会社だとかそういうとこも受けてるんですよだからそういう素養というか思考というかそういうものが今の放送にみんな生きてるもんね全部生きてるだから上ちゃんのする映画こういうの見てきたとかっていうね俺なんかね 映画の話するとね、もうたどたどしくなっちゃって、口がもつれるわけ。これ <laughs> で、頭悪いせいなんだろうな。ちゃんと脚色してね、きちっと言えないんだよ。<ー>で、上ちゃんのやつはね、あの、本当よく入ってくる、頭に。<ー>で、それで、俺もこれお世辞じゃないんだけど、あ,<ー>あの、単管でやってるものとかさ、いろんなとこ行くでしょで、こっちも暇だから行ったりなんかして。あ<ー>とはあこれを、ああいうふうにまとめて喋るかと思ってさ、 上穴木さんっつうのはね、やっぱり相当頭がいいんだなと思って。いやいやいや、そんなことは。いや、本当ですよ。カンニングペーパー見ながらやってるよいや。映画の本当のものがあって、それをちょこっちょこっとやって、がっぱらってきてすぐ紹介してすぐ忘れるという。いや、全部初日でね、断片しか聞けませんでしたけども、明日明あさって続きますんでね。それから、そうそう、来週のね、月曜日からラジオはですね、 調子率調査というのがあって全部言っちゃうんですね今上ちゃんがやってる時間帯は上ちゃんトップですけどねいやね生島君がね焦りまくりしてる実名をなぜそんなに出す実名をってだって言わなきゃ分かんないそうですねそんなわけでございましてえ明日もじゃあよろしくお願いいたしますじゃ今日ははで